がね、自分の人生のうちの半分なのか3分の2なのか、もう残りいくばくもないのか知らないけども、だけどたくさん、ね、悲しいことも嬉しいことも辛いことも、ね、気持ちいいことも痛いことも全部ひっくるめて、いろんなことがありましたが、でもね、必ずその都度その都度、雲の上に、ある太陽が僕を照らしてくれて、明けない夜はもちろんないし、どんなに、暗い寒い夜でも朝になったら温めてくれるし、そういう思いで書いてきます。
なんかそれがね逆にしんどかったりいろんなことがありますよね、それこそ能登半島であんなことがね新年早々あって何かしたいと思ってもできる力もなく、できる行動力もないけれども遠く離れた人がね幸せであるようになんか願いを込めて今年はねちょっとこの歌を、僕こういうライブの時はあんまりカバー曲してないんですけども、カバーをねさせてもらって、歌ってます、僕らがね子供の頃に出てきたバンドでですねこの人たちが出てきたことによってすごく、日本の音楽シーンっていうのは変わったんじゃないかなという、何か衝撃がありましたね。テレビの向こうから聞こえてくるこの音楽がなんかそれまでなかった海外の音楽に日本の歌詞がしっかり乗って、音楽的で、とてもとても魅力的で、ボーカルの方もねこのバンド自体も今も活動してますし、いつか会ってみたいなと、まあ客席からはね見たことありますけれどもそんな、曲です。フライングキスで幸せであるように。
子供も生まれて君と別れ君と巡り合ってでキスしてした若い人たちばっかりの中にねこうやってポンって入れてもらって僕なんか本当は1番バッターでいいぐらいですよこんなおじさんねだけどこうやってまあいわゆるコンサート的に言えば最初盛り上がってガーッと途中来てガーッとまた盛り上げてエンディングの方の前のバラードのあたりが今俺が役になってる感じねなのでそういう感じで聞いてくださいねノリノリの曲はないと思うんでおじさんのそんなおじさんじゃないよってそんなおじさんじゃないよ言わないまあそうですね、なんだっけあ今日はね、まあ、そういうテーマの中でねやらせていただいておりますが、人それぞれね、まあもちろん生まれてそして死んでいきますが、誰かと愛し合ってねとか、大切な家族とかね、いろいろありますが、誰一人として同じ人生は歩まないしいつか必ず別れが来るし、最後は必ず別れで終わるしね、本当に、もうこの人と一緒にしているなんつったって、あれもういつ別れたのみたいなやつもいっぱいいるしね、だからまあ結婚だったり離婚だったりみたいな話もありますしもちろん最後の最後にね死んで別れちゃうみたいな話もありますし、人はそれぞれ、別の旅を歩むんだよっていうことでだけど別れた人のことをね、幸せであってほしいな元気であってほしいな笑っていてほしいなっていう気持ちはずっとあって、若い時に、お互いの夢を持ったまま、離れ離れになったやつがいるんですが、そのことをねふと、去年の夏に思い出しまして、書いた曲です。別の旅という曲です。
気づく。この空を泳ぐ羽を持つ君は遠くへ旅立ち、ひまわりの咲く季節に僕はまた一人でいる。透き通る青い空、君はもう
したいけどできないと思っててもね、その人たちに笑顔を届けようと思ったら、きっと自分たちが一人一人が身近な人たちを、ね、笑顔で、いさせる、笑顔でいてもらうことが連鎖していってね、向こうにもきっと笑顔が届くんじゃないかなという思いで、ちょっと歌いましたが、昔ねベイフォワードという映画がありまして、シックスセンスに出てた男の子 と、ケビン・スペイシーという俳優が出てた、映画なんですが、それがそんな感じなんですよね、誰かにいいことをしてもらったらその人にお礼をするんじゃなくて、誰か他の人にまたいいことをしてあげようみたいな映画があってですね、まあ、残念ながらその男の子は、そうやってね、善意をそうやってどん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 人に渡していったんですが、最後は死んじゃうんですけどね、でも何でしょうかね、そうやって、思いをね、誰かを笑顔にしたかったらダイレクトにその人じゃなくてもきっとそれは伝わっていくんだろうなという、そんな映画で、それをちょっとそういう気持ちで、歌わせていただきました。さあ、いよいよ最後の曲です。我慢させてしまいましたが、最後はね、若手芸人みたいな言い方した、アビ君が最後で盛り上げてくれるので、最後まで楽しみに行ってくださいね。さて、最後の曲ですが、僕はですね、若い頃にずっと、なんていうんでしょうか、ロックバンドをやっておりまして、ベーシストなんですね。そもそもベーシストでベースを弾いてずっとライブをやってたんですけれども、まあまあなんやかんやありまして、バンドを長くやってると仲違いするわけですよ。バンドも解散し、それからね、数年経って、その時のボーカルはね、僕生まれた日も2日違い、この心ついた時から横にいて、保育園から小学校、中学校、高校ずっと一緒で、バンドもずっと一緒で、そいつがですね、もう7年経つかな、肺がんで死にまして、なのでね、代わりと言ってはなんですが、歌わせていただいております。あいつみたいには歌いませんし、今日出られたね、まだ今からも出ますけれども、若い子たちみたいに素敵な曲や、素敵なコードを使ったりとかね、そんな曲作りもできませんし、歌もギターもうまくはありませんけれども、だけどただただ一生懸命ね、自分が歌える間は歌いたいと思っております。たくさんのね、照明を浴びさせていただいてますが、ね、もっともっと多い照明を浴びさせてもらったこともありますけれども、でもだけどね、どんなに照明があっても皆さんの視線一つ一つがステージに上がってる、舞台に上がってる演者を照らしてくれるスポットライトそのものなんですよ。皆さんがいなかったら演者は誰も輝けないんです。皆さんがいてくれて初めです。だから僕じゃなくてもいいんです。皆さんが今日見てよかったなと思うアーティストがいたらね、また時間とお小遣いが許す時にはぜひ現場に行って応援してあげてください。もちろんサブスクとかね、あると思いますが、そういうの聞くのもよしですが、ぜひ現場で応援してあげてください。今日のやつはでも待ってきて、くれたりね、したりしてます。また名前を見たらぜひ、どこであるか分かりませんが、ぜひね、また駆けつけてあげてっていうのもおかしいですけど、ぜひ見に来て現場で応援してあげてください。まあたまには僕のにも来てくださいね。おい、今日笑うことないな。あ、今日曲がダメだもんね、笑う曲じゃないもんね。これどう見ても陰キャでしょ。あんまり明るい曲ないですよ。これで突っ込まれた感じするそう、ジュース君ちょっと今突っ込んだよこれね。さあ、時間もすといけないので最後の曲です。僕が歌うわけという曲です。神谷でした。ありがとうございました。鼻水が止まらんけどこのまま行くわ。
て笑顔がもっと愛しくなる心さらけ出すこの場所で僕は君に歌うんだ止まらないこの時をいつまでも忘れるように最後まで楽しみにして、そしてたくさんお酒を飲んだりなんかしながら、準備を